さん、こんにちは。極端にマゾ気のある人のことをド M と呼びますが、芸能人の中でも自らド M とカミングアウトしている人もいます。そこで今回はド M と言われる女性芸能人を20人紹介していきます。最後までお付き合いください。1. 梅宮アンナ。1人目はモデルでタレントの梅宮アンナさんです。父親に梅宮達夫さんを持つ2世タレントとしてバラエティを中心に活躍し、プライベートでは恋多き女性としても知られています。そんなアンナさんは2016年にテレビ番組に出演した際、過去にある男性が運転する車に乗っていた時、その男性に腕をつかまれて車の外に放り出されたタイツが破れたボロボロの状態のまま真冬の道を歩いて帰宅したとのエピソードを明かした上で、その男性の仕打ちについてアンナさんは、いやー結構ありなんですよと語り、共演者からもしかしてアンナさんって M なの?と尋ねられると、そうなんです、私ド M なんです、ドドドドド M ですと嬉しそうな表情で叫んでいました。アンナさんのド M っぷりは過去の恋愛遍歴にも現れており、かつてタレントの羽賀健二さんと交際していた際には、羽賀さんが抱える多額の借金を返済するためにアンナさんが過激な写真集を発表するなど、男性に対して異常に献身的な様子が垣間見られました。このように破滅的な恋愛を繰り返るアンナさんについて、父親の梅宮さんは生前、早く新しい夫を見つけて孫と3人幸せになってほしい、それだけが俺の願いだよとの思いを打ち明けていました。 2. 安め組。2人目はタレントの安め組さんです。映画、ドラマ、バラエティなどでマルチに活躍し、プライベートではお笑いタレントのアズマックスさんと結婚、現在は2児の母親として子育てに励んでおられます。そんな安さんは2007年にバラエティ番組に出演した際、周囲に気を使う必要のない時でも排泄をできるだけ我慢するという変な癖があることを告白した上で、ギリギリまで我慢して限界に達した瞬間に出すのが気持ちいいとぶっ飛んだド M エピソードを語ったことで話題になりました。芸能関係者の証言によると、安さんは性行為の際にはド M であることを周囲に公言しており、特に加齢臭フェチであるため、独身時代には裏で親父殺しの異名で呼ばれていたとのこと。またアズマックスさんと結婚してからは、あえてお風呂に入らない体で性行為を楽しむという変態プレイを楽しんでいると噂されたこともありました。 3. 中川翔子。3人目は歌手でタレントの中川翔子さんです。秋葉系タレントの先駆けとしてオタクキャラでブレイクを果たし、現在までバラエティを中心に活躍されています。そんな中川さんは自身のブログなどでこれまで何度もド M であることを公言しており、実際に自身の YouTube チャンネルには、私超ド M なんです、だから痛いのが嬉しいんですと題して激辛の食べ物に挑戦する企画動画をアップしたり、過去の雑誌のインタビューではドラゴンボールのベジータに侵される妄想をしてしまうとのド M エピソードを語っていました。さらに2015年にある番組の記者会見に登場した際には、過去にロケで東南アジアのジャングルを訪れ、昼に襲われて恐怖のあまり絶叫したものの、しばらくすると気持ち悪気持ちいいという感触になったと明かした上で、本当に私って心底ド M なんだなと思ってしまった、恋に似た感情というか、昼のことが忘れられなくなり、恋しすぎるあまり日本に帰ってから医療用の昼を飼っていますと驚きのエピソードを披露しました。 4. 高岡早紀。4人目は女優の高岡早紀さんです。40代を迎えても映画で美しい美ボディを披露するなど妖艶な役者として活躍し、プライベートでは数々の芸能人と浮き名を流したことで、芸能界屈指の魔性の女と呼ばれています。そんな高岡さんはこれまでメディアで、相手の男が自分のことを 100% 嫌いでも好きにさせられるなどと、魔性の女らしいエスキのある恋愛感を口にしていましたが、その一方で男からブスと呼ばれないと思えないと驚きのド M 発言をしたこともあります。また近年バラエティ番組に出演した際には、魔性の女の自覚がないため若い頃の世間のイメージにジレンマを感じていたと明かした上で、自分の本当の性格については、人に弱みを見せたくない、
アメーベタと語っていたことから不器用ゆえに魔性のイメージが定着しただけで、実際の性格はド M なのではないかと一部ネット書でささやかれています。5人目は女優のハルさんです。ファッション誌 SEVENTEN の専属モデルとして活動した後、現在ではドラマの主演女優として人気を博しています。そんなハルさんはドラマの役柄では気の強い女性を演じることが多く、またコント番組に出演した際には共演者のお笑い芸人を犬に見立てて調教するド S キャラを披露して話題になりましたが、その一方で恋愛系のバラエティ番組に出演した際には占い師からイメージがちょっと違うかもしれないけど全部言ってもいいですかと前置きされた上で、 S 層に見えてド M です、特に夜とかと断言されると、ハルさんは思い当たる節があるのか目を丸くして固まる様子を見せました。実際にプライベートのハルさんがド M か定かではありませんが、この放送を受けてネット上では、ハルがド M とかたまらんな、ハルがド M って聞いてキュンとしたなどとファンから大興奮のコメントが多数寄せられました。6浜辺美波。6人目は女優の浜辺美波さんです。結婚したい20代の女優ランキングで1位に選ばれるなど、今最も人気のある女優として活動している浜辺さんは、2021年に恋愛系のバラエティ番組に出演した際に占い師から、こう見えて S 気が強い感じだが恋愛になると根っからのド M と断言されると、わかりますと大きく納得したことで浜辺さんがド M であることが発覚しました。この放送を受けてネット上では、浜辺美波がド M とかヤバすぎる、清純派のド M とか浜辺美波しか勝たんなどファンから大興奮のコメントが多数寄せられました。しかしその一方で、過去に暴露系 YouTuber のガーシーさんによって、17歳の頃に実業家の男性から100万円を受け取って体の関係を持ったというパパ活疑惑が暴露されており、真偽のほどは定かではないですが、清純派のイメージが定着しているだけに一部のファンからは落胆の声が上がっていました。7ベッキー。7人目はタレントのベッキーです。前世紀はハーフタレントとしてテレビに引っ張りだこでしたが、2016年の不倫スキャンダルで一気にイメージダウンしましたが、その後元プロ野球選手の片岡治大さんと結婚してからは2児の母親としてバラエティ番組に復帰しています。そんなベッキーさんは2017年に映画の役柄でムチを振り回すド S キャラを演じた際に、ムチで気持ち込めすぎちゃってテレビが割れちゃったと撮影中のエピソードを告白した上で、普段はド M だから S に堂々となれる時間ができて楽しんじゃったのかもと、私生活では役柄とは正反対のド M であることを打ち明けました。ベッキーさんのド M っぷりは過去の恋愛遍歴にも現れており、2013年に熱愛報道された EXILE の MAKIDAI さんは噛みついたり髪を引っ張るなどのプレーを好む刺激的な性癖であることが週刊誌の報道で発覚していますが、そんな MAKIDAI さんと交際していたことからベッキーさんは根っからのド M だとささやかれています。8小池栄子。8人目はタレントで女優の小池栄子さんです。グラビアアイドルとしてデビューし、その後はタレントとしてバラエティ番組などで活躍、現在は女優の仕事も増えてきており、その演技力は確かな実力があると言われています。そのため今ではドラマや映画で主役級の地位にいるなど、小池栄子さんの存在感の大きさを感じますね。一見クールで気が強いイメージを持ちますが、夫の坂田渉さんとの結婚性格は全く想像したものとは違い、夫婦というより師弟のような関係だとのこと。あるバラエティ番組に出演した際、ちょこちょこ夫婦喧嘩をすると明かした小池さん、ちょっとしたことで彼の地雷を踏むと1週間ぐらい口を聞いてもらえない、5から6日後にごめんねと謝るそうで、その時の坂田さんは、何が間違ったか分かっとるんか、なんですぐに謝りに来ないと詰められるそう。かつて小池さんは、10のことしてあげたら1でいいの返ってくるのは極上の M なのと公言していることもあり、坂田さんとの生活は新弟子みたいな生活と言いつつ、そこが彼の好きなところとしており、
一般的な女性であれば離婚問題に発展しそうなことでも、ド M の小池さんにとってはたまらない毎日なのでしょうね。9、米倉涼子。9人目は女優の米倉涼子さんです。ファッション誌キャンキャンの専属モデルとして活躍した後、ドラマドクター X がヒットして以降、主演女優として人気を博しています。そんな米倉さんはドラマやバラエティでの振る舞いから気の強いド S キャラのイメージが定着していますが、テレビ関係者の証言によると、彼女はテレビのイメージではさばけた性格で女王様みたいに見えるかもしれないけど、実際はむしろ M 気質。もともと彼女は何か言われたらごめんなさいと謝ってしまうタイプと、ド M の本性を暴露されています。米倉さんのド M っぷりは過去の恋愛遍歴にも現れており、モデルから女優に転向して間もなく25歳の頃には暴力団と深いつながりのある男性と不倫、半同棲し、その男性が覚醒剤の使用で逮捕された際にはスキャンダルとして取り上げられ、このスキャンダルについて芸能ライターは、米倉さんは相手の男性に精神的に服従していただけではなく、実際に SM プレイをしていたことが周囲の証言から発覚していたものの、所属事務所のオスカーが圧力をかけてもみ消したと暴露しています。10、杉本彩。10人目はタレントで女優の杉本彩さんです。これまで大胆な写真集を多数発表したり、官能小説を執筆するなど、エロスの伝道師というキャラで人気を博して以来、現在までバラエティ番組や通販番組などで活躍されています。そんな杉本さんは2009年に自身のエッセイのサイン会を開催した際に、普段は S ですが夜は M、 夜だけは愛する人に支配されたいと、性行為においてはド M であることを自ら告白しました。また時代劇映画で官能的な役柄を演じた際には、監督がとても厳しくて毎日寒さと怖さの中で震えていました。でもそれが反骨精神になって頑張れたので、私はド M だと思いますと、撮影時に改めて実感した自分のド M っぷりについて赤裸々に語っていました。11、北川景子。11人目は女優の北川景子さんです。2003年、高校在学中に雑誌モデルとしてデビューし、同年ドラマ美少女戦士セーラームーンで女優デビュー。その後は多くのドラマや映画でヒロインを務め、人気を不動のものにしました。裏表がない性格なだけに、男性だけではなく女性にも好感を持たれている女優さんの一人です。プライベートでは2016年にミュージシャンでタレントの DAIGO さんと結婚し、二児のままで現在は家事、育児、仕事を毎日多忙な毎日を送っています。そんな北川さんは見た目はとてもきつそうですが、実は愛する男から命令されるのが大好きな超ド M 女なんですとテレビ関係者が語っています。12、吉高由里子。12人目は女優の吉高由里子さんです。デビュー当時に映画蛇とピアスで大胆なヌードを披露するなど、体当たりな演技の本格派女優として定評がある一方で、バラエティ番組では天然の不思議ちゃんキャラで人気を博しています。そんな吉高さんは芸能関係者の証言によると、仕事の現場では共演俳優陣の耳に息を吹きかけたり、乳首をツンツンしたりと恥女っぷりを発揮しているものの、大好きな男性に対してはド M になってしまうと自ら周囲に話しているとのことです。また2016年には自身のツイッターに28歳の誕生日を顔面ケーキで祝ってもらった際の画像を投稿していましたが、それについても同じく関係者は、汚されることに喜びを感じる吉高の性格、ド M 性癖がよくわかりますねと語った上で、当時交際していたスーパーエイトの大倉忠義さんに対しても大サービスでご奉仕をしまくっているのでしょうねと推測していました。13、みその。13人目は歌手でタレントのみそのさんです。ヘキサゴンメンバーとしてブレイクを果たした後に、関西弁の威勢のいいキャラで数多くのバラエティ番組に出演し、現在は実業家としても活動されています。そんなみそのさんは過去に自身のブログでド M ですと題した記事を投稿し、マッサージ店で痛気持ちよい感覚が大好きで強い手術を求めた結果、店員にド M ですよねと
と言われたエピソードを明かした上で、性格が白黒はっきり、0か10かズバッというせいで S でしょとよく言われるのですが、やっぱり M でしたと自らド M であることを断言していました。恋愛においても追いかけたいタイプで、常にときめいていたいし片思いしていたいとのド M っぷりも語っています。さらにブログの中では、 S が嫌なんじゃなくて M なのに S だと思われているのが嫌なんで、これを証明書にしようかなと、と自分がド M であることをファンに公認したい旨を記していました。14カゴアイ。14人目は元モーニング娘。メンバーで現在はタレントとして活動しているカゴアイさんです。アイドル時代は辻のぞみさんとのコンビで人気を博しましたが、人気絶頂期に喫煙騒動で事実上の芸能活動停止に追い込まれ、現在は YouTube チャンネルを中心に活動しています。そんなカゴさんは芸能界復帰した直後の2008年にバラエティ番組に出演した際、私ド M なんです、年上好きなんですよ、実際くらい悪い恋愛をした方がなんかちょっとスリルがあって楽しいじゃないですか、などとぶちゃけトークを披露したことでネットで話題になりました。実際にカゴさんは過去に交際相手の男性が恐喝未遂で逮捕されたり、精神安定剤を大量摂取して自身を傷つけるなど破滅的な言動を繰り返していることから、一部ネット上ではメンヘラ気質のド M だとささやかれています。15長澤まさみ。15人目は女優の長澤まさみさんです。史上最年少で日本アカデミー賞を受賞したのを皮切りに、数々のドラマでヒロイン役を務め、その可愛すぎるルックスで世の男性を虜にしました。そんな長澤さんは過去に交際していた俳優の伊勢谷友介さんとこれまでに何度も復縁が報じられ、その度に2人が SM プレイを楽しんでいるとの噂が浮上しています。週刊誌の報道によると、伊勢谷さんは DV 癖のあるサディストで、 SM プレイによって長澤さんを調教したことで破局しても何度も復縁する、切っても切れない体の関係になっていると報じています。実際に伊勢谷さんは性行為の最中にエアガンを撃ったり縛ったり叩くなどのプレーをし、その異常な性癖が長澤さんのド M 心をわしづかみにしたことで、破局後も長澤さんの方が我慢できずに伊勢谷さんに何度も連絡して復縁 SM プレーを楽しんでいると芸能関係者が明かしています。16青田のり子。16人目は元アイドルでタレントの青田のり子さんです。元 CC ガールズの初代メンバーとして活動した後、ミュージシャンの玉置浩二さんと結婚し、現在はテレビに出演することはほとんどなくなりましたが、 SNS で近況を報告するなど芸能活動を続けています。そんな青田さんは玉置さんとの熱愛が発覚した際に、献身的なド M プレイをしていることが週刊誌によって報じられました。芸能関係者の証言によると、玉置さんは男女の営みの後、互いにシャワーを浴びないのが真実の愛という独自の性哲学を持っており、それに青田さんは応えるべく性行為後に玉置さんの全身の汗を舌で舐めてきれいにした上で、体液も掃除するほどのご奉仕好きで、そのド M っぷりに感激した玉置さんは周囲に対して、あんないい女いないよと言いふらしていたと暴露しています。そのド M 奉仕愛が決め手となり、二人はその後結婚するに至ったと報じられています。17あのちゃん。17人目は元アイドルで現在はタレントやモデル、歌手として絶大な人気を誇っているあのちゃんです。2013年よりアイドルグループゆるめるもに加入、またファッションモデルとしても活動しています。2019年9月をもってゆるめるもを脱退し、2020年9月よりあの名義で音楽活動を開始し、ファーストデジタルシングル「デリート」を発表。翌年にはバンドを結成し、ボーカル&ギターを担当しています。そんなあのちゃんは激辛大好きド M 女優と言われています。見た目は激辛大好きには見えないあのちゃんですが、あえて激辛を選ぶということを考えると間違いなくド M なのでしょうね。18田中みな実。18人目は元アナウンサーで現在はタレントや女優として活動している田中みな実さんです。2009年に TBS テレビに入社しアナウンサーになり、人気番組の司会を務めていましたが、
2014年に退社し、フリーアナウンサーになりました。現在は女優として活躍している田中さんは、嫌われるという評価が彼女の血と肉になり、現在の活躍につながっているのでは。そのため最近の好感度上昇ぶりはむしろ居心地が悪く、あまり真に受けたくないと感じているかもしれませんと芸能記者が語っていますが、これはある意味かなりのド M 気質なのかもしれませんね。19、宮崎葵。19人目は女優の宮崎葵さんです。2003年ミュージカル星の王子様で第4010回ゴールデンアロー演劇新人賞、2006年には NHK 連続テレビ小説純情キラリの主演で第44回ゴールデンアロー賞放送賞など受賞歴多数です。 NHK では歴代最年少で大河ドラマ篤姫の主役を務め、大きな反響を呼びました。そんな宮崎さんは高岡壮介さんと婚姻関係中、首筋にメイクでは消せないほどのキスマークをたびたびつけていたそうです。また高岡さんの束縛癖が異常で、映画の打ち上げでも必要以上に男性スタッフとは目を合わせてはいけないと厳命されていたといいます。しかしそんな男性を好んで結婚する宮崎さんなので、ド M ではないかと言われるようになりました。20、綾瀬はるか。20人目は女優の綾瀬はるかさんです。2000年に第25回ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞し芸能界デビュー。2004年放送のドラマ世界の中心で愛を叫ぶで注目を浴び、2007年に蛍の光で連続ドラマ単独初主演を飾るなど、トップ女優として活躍しています。そんな綾瀬さんは、筋トレをやり始めるとハードにやり込んでしまうのが悩みだとか、また喉が弱いことを気にして万が一に備え、真夏でも必ずネックウォーマーをして寝ていたそうですなど、役作りに徹するド M 級な女優と言われています。いかがでしたか？今回はド M と言われる女性芸能人を20人紹介してきました。意外な人から納得できる人までド M な女性芸能人が多くいることが分かりましたね。人ごとだと思っているあなたも、実はド M 気質に当てはまるなんてことがあるかもしれません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。